ロ。え？ああ、辛気臭いけど、なんてことねえさ。さっさと通り抜けちまうぜ。まだジルファのことで自分を責めているのか。そりゃあな。けど今考えてたのは別のことだ。別の？俺がなんで蛇の目の一員になってたかはまだ話してなかったよな。ああ、ジルファと喧嘩して飛び出したというくらいしか。その後どうにかシスロデンにたどり着いた俺は、いろいろあって抵抗組織の一つに入れてもらったんだ。けどお決まりの密告があって蛇の目どもに襲われた。ひどい戦いだった。最後は降伏するしかなかった。なのにロ、奴らの気まぐれで俺だけが生かされた。ズーグルのうなり、仲間の悲鳴、真っ赤に溶けた雪、そして奴らの笑い、今でも夢に見る。ガナベルトを倒せば乗り越えられるんじゃないかって思った。でも甘かったみたいだ。あの時俺は心底レナを怖いと思っちまった。それで仲間を裏切り親父を死なせることにもなった。不安なんだ。いつかま俺たちを残したか、本気で言って。そうじゃないって思いたい。けど俺は。あ、いた。どうしたリンベル。どうしたじゃないよ。振り返ったらいないからびっくりして戻ってきたんじゃない。立ち止まるならそうと言いなさい。ズーグルだっているのに分散するなんて。なあ、悪い悪い、ちょっと催しちまってさ。まさかここで。嘘でしょ。さあ行こうぜ。立ち直れるといいんだが。声をかけたのは私じゃないわ。あいつはジルファの息子なんだぞ。放ってなんかおけない。そんな余裕私にはないの。足を引っ張るような道連れはいらないわ。
なんでこんな地下に道なんか作ったんだろうな。山が険しすぎて越える道を作れなかったからじゃないかしら。昔の占領される前のダナ人も山を通り抜けるためにこの道を使っていたんだろうか。通るだけじゃなくてここで暮らしてたのかもしれないよ。確かめようがねえさ。そんなの俺たちは全部忘れちまったんだ。忘れたんじゃない、奪われたんだ。奴隷には不要なものを、残っていては不都合な心の拠り所、何もかも。全部じゃないよ。ほら見て、そこ。なんだ、皿かなんかのかけらか。多分ね。たくさん消えてしまったのも確かだけど、それでも調べればまだいろんなものが見つかると思う。そんなことができる日が来ればだけどね。来るさ。来ないなら来させるんだ。それが今一緒にいるなんてな。考えてみると変わった組み合わせだな。レナ人といるお前らの方が変わってるけどな。
破せんぞ。これが炎の剣の力。使い手がいてこその力よ。そうだ、ありがとう。あまり回復はできないな。マジか、慎重に行かねえか。サクッと蹴散らしてやら、にも枯れすぎだろ。俺私が止めるよ。油断はしないだろ。交流連携だ。こう飛ばれるとやりたか勝たねえ。しよう、これで終わりだ。その調子で続けなさい。言いたいことで言ったの。バラバラにしてやる。決めて。ビグ。精霊力を。叩き込む。ここまで消耗するとは。しっかり手当てしないと危険ね。
っさり勝てたな。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろ。乗ってこいよ。時には必要よ。ちょっと無理しすぎかもな。突破するぞ。氷の槍よ。交流連結だ。任せて。炎よ。終わりだ。巻き込め。交流連結だ。やれるよ。天雷の上達が止めるよ。
決めて。重装ライカ見たか。鍛えた甲斐があったな。やっと次フリーズライカ交流連携だ。これは価値があると思うわ。上がったり降りたり。面倒な場所ね、ここは。ちゃんと通り抜けられるだけ町だろ。むしろ崩れたおかげで通れるとこもあるしね。で、天井が崩れてきたりはしないよ。助かってないよ。交流連歌さん氷の槍を天雷の鼓動フリーズライト交流連歌さん任せてくれ。炎よ叩き捨てる。巻き込め。いやぞ。いやお前だ。な仲間を今だよ。ヒール。そうだ。どうだ。やるじゃん。何払う。氷の槍よ。フリーズライト。全然影を。超変だ。このまま戦うのは危険じゃない。そうだな。一度出直すべきかもしれない。
精度が上がったわ。なあロウ、シスロデンを出るとき諦めない限りやり直せるって言ったのを覚えているか。まあ過去がどうあれ、少なくともあの時お前は一歩踏み出したんだと俺は思う。手探りなのは俺も同じなんだ。アルフェンは戦うことを教えてくれたのはジルファだ。彼についていけばいい。最初はそれでよかった。だがジルファは自分自身の主になれと、自分だけの答えを見つけろと言った。だとしてももっと学んでからだと思っていた。だから彼が死んだ時頭が真っ白になった。レナのスルドを倒し続けるのはいい、だがその後は教えてくれる人はもういない。悩んでみても所詮俺にできるのは戦うことだけだ。それにレナの支配をこのままにしておくのも嫌だ。だから戦う。レナのスルドと戦いながらその後どうするべきかを考える。それが今の俺なんだ。戦ってそれで勝てると信じてるのか。本当に信じる。いや信じたいが本音かな。それすら正直一人じゃおぼつかない。半端者同士でも支え合うことができる。一緒に戦い悩み探す。それじゃダメか。ダメじゃないと思う。分かったよ。何ができるかまだ分からないけど、とにかくやってみる。また二人で立ち止まって、今度はお腹でも下したわけ？そんなんじゃねえよ。男同士の大事な話だな、アルフェン。ま、そんなところだ。ふん、まあ、いいけど。あ、この先風を感じるんだ。多分、出口は近いよ。そりゃいい知らせだ。早いとこお天道様を拝もうぜ。ひたすら攻めて攻めて攻めまくる。戦いは先手必勝。確かに一気に畳みかける時のローの勢いは目を見張るものがあるよな。まあな、親父に仕込まれた技ってやつさ。打ち込めば打ち込むほど心が燃えて拳に新たな力が宿るんだ。ジルファに。そうか、ちゃんと受け継いでいるんだな。攻撃に徹するのはいいけど、敵の反撃には気をつけなさい。そんなもん食らわなきゃ関係ねえって。でも実際撃たれ弱いよね、ローって。人を落ち込み激しいやつみたいに言うな。二人とも結局何の話をしていたの？だから男同士腹を割った話だよ。ちょっと女には聞かせられねえな。そうなの？まあ女性云々はともかく、言いにくい話といえばそうかな。言いにくい、やっぱりお腹の話だったの？それともなんかいかがわしい？だからそういう話じゃねえっての。別に肝心な時に役に立ってくれるなら何でもいいわ。エリデ・メナンシア、緑に覆われし豊穣の国だっけ。その名の通り一面緑だね。ああ、風も気持ちいいし、カラグリアやシスロディアとは大違いだな。なんて雄大で豊かな自然、美しいわね。何？いや
そういうところは同じなんだなって。あそこに見えるのが主婦ビスキント。いいこと、メナンシアは五領の中でも輩出した王が多かったはず。心なさい。あ、シオン。俺たちも行こう。ロウ、大丈夫か？ああ。いや、この景色、親父にも見せてやりたかったなって思ってさ。さあ、置いてけぼり食らわないうちに行こうぜ。大丈夫かな？こればかりは、あいつ自身が乗り越えていくしかない。精霊力には属性があり、ダナには闇がなくて、レナには光がないんだったよな。うん、小さい頃うんざりするほど覚えさせられたっけ。闇の属性のことはどうやって知ったんだ？ダナにはないわけだろ。わからないよ。どの知識がいつどうやって得られたのかなんて、忘れられた知識だってきっとあるだろうし。確かにな。それがあったことすら忘れちまったこともきっとたくさんあるんだろうな。うん、だからこそせめて残ってるものは大切にしないとだよ。昔のものが好きなのか？好きっていうか、私とこの世界をつないでくれる感じがするから。つないで？なんでもない、気にしないで。やっぱりわかるわけないか。しょうがないよね、フルー。どうした？野宿は嫌なの？なんだ、ジロジロ見て。87、88、89。あー、やべ、なんだ敵の襲撃か。あー、悪い悪い、
怪我しなかったか？ロウ、何をやっているの？何って鍛錬だよ。いい重さの石があったから腕にくくりつけてたんだけど、固定が甘かったみたいで吹っ飛ばしちまった。重りをつけた鍛錬、また無茶するな。俺鍛えてないと落ち着かなくてさ。そういえばこの前野営した時も延々と技の型を練習していたよね。筋肉を鍛えたところで型の練習をして仕上がり具合を確かめる、その瞬間がワクワクするんだ。暴れ足りないだけなんじゃないの？あまり無理して体を痛めるなよ。だいたいローは今のままでも十分強いじゃないか。まだまださ。この先どんな敵と出くわすかもわからないんだし、いくら鍛えたって損はないだろ。それに俺はあんたを超えるくらい強くなりたいんだ。そうか、なら俺も負けていられないな。剣に重りをつけて素振りでもしてみるか。ちょっとアルフェン。なるほど、これは効くだろ？だろ？せっかくだ、この石をつけたまま試合ってのはどうだ？お、乗ったぜその勝負。ちょっと待ってくれよな。よし、準備できた、行くぜ。せいっ、まだまだ。うわー、今夜の野営場所が。片付けは二人でやりなさいよ。はい、はい。うん、我ながら上出来だ。リメル、ちょっと話そう。フルル、おいで。フルー、えらいえらい。何やってるんだ？飛ぶ訓練だよ。フルルってあまり私から離れないから、時々ちゃんと飛ばせてあげないと翼の力が落ちちゃうんだ。あと最近ちょっと重たくなった気がするし。フル、結構みんなこっそりおやつをあげてるみたいだからな。やっぱりおかしいと思ったんだ。もう鳥にとって肥満は天敵なのに。そうなのか、すまない。アルフェンもなの？まさか食べられないものとかあげてないよね？さすがに大丈夫だと思うが、よかったらリンウェルから教えてくれないか？うん。何か気になることがあるのか？そうじゃないけど、私ずっとフルルしか友達いなかったから、みんながフルルを好きになってくれるのは嬉しいよ。ただ同時になんだか複雑な気分。フルルがリンウェルの大事な家族だってことはみんな知ってる。そのリンウェルの気持ちを無視するような奴はいないさ。そうだね。うん、ちゃんと話してみる。しっかり休んでおこう。今日もよろしくね。
射しないわよ。終わりだ。レンガだ。交流レンガさん。
行けるぞ。リベル
精霊力を叩き込む。やってた、完璧だね。ストライク、超連打弾。強くなったかも、ちょっとだけ。ああ、頼りにさせてもらうぞ。頑張るね。うん、うん、ちょっと、うん、やれやれ、そんな、いいな、よろしい。放っておけばよかったかしら。ありがとうな、シオン。なんであなたが礼を言うのよ。野宿は嫌なの。なんつうか、過ごしやすい国だな。生き物や植物も豊かね。なっ、うまいもんいっぱいありそうだよな。あ、私は食べ物なんて一言も。もう休もう。十分休めたな。進もう。